画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。最近、ああいうサムネイル流行ってるんですかね？まあ、僕は時代の流れに乗るだけなんで、早速、青白ボーダー服試着してきまーす。復習として前回のセカンドシーズン第2話、ロゼリア主催ライブにポッピンパーティーがゲストとして参戦。今までで一番のライブをできたと喜ぶアリサたちですが、ロゼリアが登場するや否観客が大勢集まり、中には 2D ゴスロリガチ勢などいましたからね。もうプロ集団の実力を見せられたポッピンパーティーに追い打ちをかけるようにミナトさんが、もちろん悪気はないですが、ポピパーに主催ライブをする覚悟が足りてないと発言して終わりましたよね。そして第3話を見た率直な感想なんですけど、とりあえず、まあ、ロゼリアの主催ライブですし、ポッピンパーティーより人が集まったり、まあ、これはしょうがないですよと。しかし、その中でもポッピンパーティーのライブが良かった、すごかったと純粋に言える朝日六花ちゃんが最高に良かったわけですよ。そしてオープニング完全版絆ミュージック、ほんま最高やで。まだ出てないキャラもいたんで、これから少しずつまた変わっていくのでしょうか。あとこのタイミングで、まあ、岐阜出身の朝日六花ちゃんのあだ名がロックだったということをご本人の口から言うわけなんですけど、まあ、違う世界線でロックだねという、言語をよく使うアイドルアニメが、まあ、あるんですよ。まあ、それも踏まえてなんですけど、山吹さあやさんがロックだねと発言した瞬間、僕は飲んでた水を吹き出しました。公式さんは狙ったんでしょうか？僕にはもう狙ったようにしか見えなかったんですけど、今回主催ライブをやるべきか悩むポッピンパーティー、そして朝日六花ちゃん自身の過去にあった出来事、バンドリアニメ一期のラストスペースでのライブ、ポッピンパーティーの演奏を見てバンドをしようと決意する朝日六花ちゃん。そのタイミングでおたえがギターを弾き流れるキラキラだとか夢だとか紛れもなく3話にして神回誕生なわけで、歌詞もしっかり六花ちゃんの過去とマッチしていましたし、涙を流したあの瞬間、同じく涙した方もたくさんいることでしょう。一期とは打って変わってポピパ以外の目線で話が進んだ回でもありましたし、それはそれですごく良かったですし、そういえばプロデューサーチュチュが港さんをスカウトしていましたね。蹴飛ばしたゴミ箱をしっかり直すところとか好感持てました。いや、蹴ること自体は間違いなんですが、未だに二人しか出演していないレイザースイレン、どういったタイミングで登場していくのか気になりますし、ナナシさん間違えました。パレオちゃん、冷静に考えて帰国子女飛び級系女子のチュチュ様にパレオちゃんはスカウトされるわけなんで、そこの絡みも結構気になるところですよね。今回以上です。次回お待たせいたしました、ハロハピ会ということで、僕の大好きな瀬田香織様も登場するとのことで、いつも通りワクワクが止まらない感じでございます。今回の件でエンディング曲が毎回変わるということは証明されました。つまり次回はハロハピのエンディングが流れる、まあ、ほぼタイトルで挿入歌ネタバレかましてたんですけど、何が豪華豪快のびのびトレジャーですか。バンドリセカンドシーズン第4話も全力で楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。オッピーでした。またね、バイバイ。